大人気で大人気ですね。日本語と英語ですけど、日本語が日本語が日本語わかりました。はい、今ですね、インストリーム合わせて視聴者数が約1万人の方が見ていらっしゃるので、素晴らしい、すごいですね。先生のプレゼンで皆さん、いや、とんでもない、とんでもない、皆さんのおかげで本当に嬉しいです。どうもありがとうございました。いつも2200年のお話をされてて、ライフショートで常におっしゃってますけれども、はい、この震災のお話でキュレーションとかそのいろんなものをコネクトしていくというお話をされてて、はい、今回の震災を通して先生の研究に与えた影響などあったら教えていただきたいんですけど。考えるタイムスパンという意味で大きなショックを受けました。すなわち次の300年以内に必ず来る。300って数字まだ見たことない、はい、次の四半期とか、はい、定年退職待てというのはありますけど、300年以内にある確率で来る。それに備えてどういう投資をするかって、この発想ですね。で、ある土木の先生がですね、確か国会答弁でやったと思うんですけども、東は必ず潰れる、次の震災が来た時にどっか、その時日本海側に高速道路のパイプを作っておくべきだ。で、東のどこがやられても西から日本海側が入るべきだって、こういう発想ですね。この100年、200年、300年というインフラに関する発想は今まで私なかった。それで震災というのはドラスティックに私の視野を広げてくれた、まさに2200というレベルですね。それとその楽しい、分かり合えるパーティーじゃんというのは違った、もっとそのいかに生き延びるかという、もっとシリアスなサバイバル。あと日本じゃない、東北じゃない、日本じゃない、世界、放射能を浴びた水が日本海に流れれば世界中に行くわけですよね。全て、あとどっかの半導体工場が潰れても世界中のサプライチェーンが来る。そしてグローバルな、そういう意味ではバンブーと同じくレジリエンス、レジリエンスというテーマでもって2、300年というテーマで考えなきゃいけないということを学びました。本当もっとお聞きしたいことあるんですけど、いいですよ。ご覧になっている方で、はい、先生 の基本にもありますけど、研究どういうコンセプトで研究されているかというのをすごくベーシックなところで聞かせていただきます。メタなレベルではライフショートなので、いくら郵便貯金の残高が増えたろうが、ツイッターのフォローが一瞬増えようが、100人たちは全然関係ないわけで、もし本当にクリエイターであれば、何か次の世代に残って役に立って、たとえ自分の名前忘れられても役に立ち続ける、そのインフラストラクチャーとかアーキテクチャー、例えば TCPIP とかですね、あるいはソーシャルメディア的なコンセプト、その最初のトリガーになりの研究を若い人がどんどんやってほしい。次の四半期を超えて、次の株主主義総会を超えて、自分の死を超えて、その永遠のエキサイト未来、違う先を見る。そうですね、そういうそのスコープのエクステンションってのが一番大事かなっていうふうに私は思います。どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。はい。